皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。今日は国際宇宙ステーションの廃棄について簡単に解説します。とうとう廃棄する時期になったのか？形あるものはいずれ崩れるっていうし、マリサはいずれ入信するっていうしね。宇宙境には入らねえって何度も言ってるだろ。ほんと頑固なんだから。今なら洗剤がもらえるよ。この洗剤ね、飲めるのすごいでしょ？期待には応えられないぜ。私のセリフ取らないでよ。さて、皆さんもニュースなどで知ってると思うけど、2022年2月に NASA が国際宇宙ステーションの大気圏再突入について発表したわ。大気圏再突入って廃棄するってことなのか？そうね、一応2031年を予定してるみたいだけどね。X デーがやってくるんだな。っていうか国際宇宙ステーションって結構な大きさだよな。そうね、サッカー場と同じくらいって言われてるね。そんな巨大なものを落として地上は大丈夫なのか？当然いくらかは大気圏で燃え尽きずに落ちてくるわ。でも地球には人工衛星の墓場と言われるポイントネモがあってね、チリとニュージーランドの中間点にある海域に落とすから誰かに当たったりすることもないわ。そういうところがあるのか。でも漁船とかが危なくないか？その可能性も限りなく低いわ。なんでだ？ポイントネモは最も近い陸地からおよそ2688キロ離れてて、ポイントネモほど陸地から遠く離れることができないんだけど、陸地から遠く離れてるせいで栄養が少ないからお魚などがあまり住んでなくて、そこで漁をする人もほとんどいないってわけよ。そういうことか。今回の NASA の発表はそのポイントネモにめがけて国際宇宙ステーションを落とすよっていうやつで、2031年1月を想定しているみたいね。あと9年くらいか。ここで注意してもらいたいことがあってね。なんだ？今回は NASA の発表であって決定ではないわ。どういうことだ？国際宇宙ステーションって日本、アメリカ、ヨーロッパ宇宙機関加盟国、カナダ、ロシアが協力しているから、運営方針は NASA が一方的に決められるわけじゃないんだよね。じゃあ今回の発表って何なんだ？ NASA のお気持ち表明って感じね。マジかよ、てっきりそう決まったのかと思ったぜ。そもそもだけど、国際宇宙ステーションを2030年まで使うって話があるけど、今のところアメリカの方針であって、日本を含めた他の参加国はまだそれを承認していないわ。日本もまだ決めてないのか。2024年から6年延長して2030年になるわけだから、6年分の計画を考えないといけないのと、日本の場合年間350億円前後を支出してて、その計画も練り直さないといけないから、2022年4月に大筋を決める方針みたいね。結果は4月ってことか。まあ日本もヨーロッパも延長に合意すると思うけどね。そうなのか。日本もヨーロッパも自前の宇宙ステーションを持ってないし、有人打ち上げ用のロケットも持ってないから、代わりとなる計画を持てないし、抱えている宇宙飛行士は宇宙に行く機会を失ってしまうし、国際宇宙ステーションに専用のモジュールを確保してるんだから、延長に合意して活用していくのが最善だと思うわ。ロシアはどうするんだ？ロシアは今のところ2024年までとしているね。じゃあロシア不在で進めていくのか？それはちょっと難しいわ。なんでだ？国際宇宙ステーションって高度400キロちょっとのところを、時速およそ2万7600キロで進んでるから、その遠心力で地球の引力に抗ってて、その高度を維持してるのね。ハンマー投げみたいな感じか。でもその高度でも大気が全くないわけじゃなく、地上と比べておよそ100億分の1前後あるから、巨大な施設である国際宇宙ステーションはその薄い大気の抵抗を受けて減速してしまって、減速すると遠心力がその分だけ小さくなるから、地球の引力に抗えずに高度が落ちるのね。速度が落ちた分だけ高度が下がるのか。そのままだと高度が落ち続けて最後は大気圏再突入してしまうから、落ちた高度を上げるために加速して高度を上げてるのね。その時の船内映像がこれね。加速してるから浮いている物体が移動してるのがわかると思うわ。確かにな。この加速ってエンジンを孵化しているわけなんだけど、その方法は当初4通りあってね、国際宇宙ステーションのズベズダっていうモジュールに搭載されているエンジン、スペースシャトル、ヨーロッパ宇宙機関の無人補給船 ATV、 ロシアの無人補給船プログレスがあったんだけど、そのうちスペースシャトルは引退したし、 ATV はオリオン宇宙船に集中するから引退したわ。じゃああとは2種類か。残ってるのはロシアのズベズダモジュールのエンジンとロシアのプログレスだけね。どっちもロシアか。もうわかったでしょ？
ロシアが抜けたらどうやって高度を維持するんだ？無理よ。え？ロシアが抜けたらプログレスが来なくなるからね。でもエンジンが搭載されてるんだろ？ズベズダはロシアのモジュールだし、推進剤の補給はプログレスしかできないわ。じゃあロシア抜きでは運用できないのか。他にもズベズダは姿勢制御のバックアップも兼ねてスラスターを搭載してて、メインであるアメリカ側のモーメンタムホイールが何らかの原因で停止したらズベズダが自動的に引き継ぐようになっているわ。へえ、そういう体制になってるのか。以前ロシアのナウカモジュールがドッキングした直後から暴走して国際宇宙ステーションが宙返り返る事件があったでしょ。前に解説してたやつだな。あの時ナウカがひっくり返そうとしてるのをアメリカ側のモーメンタムホイールが元に戻そうとしてて、お互いの力がかかるとステーションが壊れてしまう恐れがあったから、アメリカのコントロールセンターがモーメンタムホイールを緊急停止させて、以後はズベズダが自動的に引き継いで宙返りさせようとするナウカと元の姿勢に戻そうとするズベズダの頂上決戦だったけどね。本当に危ないよな。これって結局どうなったんだっけ？ナウカの燃料が枯渇してようやく止まったわ。じゃあもしズベズダの燃料が先に枯渇したらどうなってたんだ？国際宇宙ステーションが壊れるのを覚悟でモーメンタムホイールを再稼働させないといけないね。でもそれじゃ壊れてしまうんだろ。中のクルーはどうするんだ？壊れなきゃそのまま滞在できるけど、異常が出て緊急対処が無理なら緊急帰還するしかないわ。姿勢が乱れ始めた段階で緊急帰還の準備指示が出てたはずだけど、ステーションが回転してる状況でドッキングを解除して無事に離れていけるのかわからないわ。だから最悪の場合、1971年に発生したソ連のソユーズ11号以来の宇宙空間での死亡事故に繋がったかもね。恐ろしいな。ステーションが回転すると発電や通信にも影響が出て生命維持に問題が発生するから、アメリカ側のモーメンタムホイールをメイン、ロシア側のズベズダのスラスターをバックアップにしてるけど、ロシアが撤退するとその運用にも影響が出るし、さっきも言ったように引き継いだとしても今度は燃料補給という課題を抱えるから、アメリカ側だけで維持していくのは現実的じゃないわ。なかなか難しいんだな。でもロシアは国際宇宙ステーションから離脱してどうするんだ？独自のステーションを建設するのか？ロシア側のモジュールはもともと単独で稼働できる能力を持ってるから、切り離してしまえばロシアのステーションになるわ。へえ、そうなんだな。過去にロシアは OPSEK という計画を持っててね、国際宇宙ステーションから撤退して独自の宇宙ステーションを持つ検討をしていたわ。前からそういう計画だったのか？超絶簡単に解説するとね、国際宇宙ステーションって宇宙で組み立てたものだから、モジュールによって設計寿命が違うんだけど、最初に打ち上げたザーヤっていうモジュールの設計寿命が2015年頃で、その後ロシアとアメリカで構造評価をすると2020年頃までは問題なく稼働できると判明したから、当初の予定では2020年まで国際宇宙ステーションを運用するとしていたわ。運用期限からすでに2年過ぎてるな。ロシアはアメリカに2020年以降はロシア側モジュールを切り離すからねと通告していて、以降はザーヤの代わりを用意したり追加のモジュールを用意したりして、ミール以来のロシア宇宙ステーションとして引き続き稼働させる予定だったわ。それが OPSEK 計画ってことか。だけど2014年にアメリカが2020年までとなっている運用期限を2024年あるいは2028年まで延長したいと発表して、参加協力している各国もそれに追随するかと思いきや、ロシアが2020年以降は参加しないと表明したわ。 OPSEK 計画に移行するからか。違うわ。え？アメリカとロシアがウクライナをめぐって対立したの知ってる？いつもそれで対立してるよな。それを原因として当時のロシアの副首相は延長に同意しないと発言したわ。国際情勢に左右されてんな。でもそれは強がりみたいなものでね、実態はお金と技術力がなくて OPSEK 計画が進められないのよ。なんだそれ、結局ロシア自身に問題があったのかよ。だから国際情勢どうのこうの関係なくお金と技術力がないから、ロシアは2024年までの延長を承認したわ。お金がないのはわかるけど、ソ連時代はアメリカと宇宙開発競争をしてた国なんだろ。技術力がないって信じられんな。お金がなくて新規開発計画を立ち上げても進められないから、いつまで経っても古いソユーズを使ってるし、新規開発が進まないから技術者を育てられないし、技術継承もできない。
お金がないから技術者にいい給料を出せず優秀な人材が他の業界に散逸してしまったし、残ってる人材も新しいことにチャレンジできないまま高齢化して、技術継承ができずそのまま引退してしまったし、その結果一時は商用打ち上げで大きなシェアを持っていたのに、ロケットの製造ミスなどで打ち上げに失敗することが多くなり大きくシェアを落としたわ。だから新規開発っていうのはその国にとって重要なんだよね。なるほどな。話を元に戻して、2024年まで延長することを決定して以降、ロシアは OPSEK 計画を破棄して暴れん坊のナウカを完成させ、2024年以降はそのナウカを分離させてロシアの宇宙ステーションとして稼働させる計画があるわ。でもアメリカは2030年まで延長するんだろ。そうね。これもまた2024年まで延長させる時と同じ状況で、ウクライナ問題が大きくなってて、アメリカとロシアの間の溝は深くなってるからね。またウクライナか。ただ前回と違うのはザーヤやズベズダの寿命をどう評価してるかだね。そっちが問題だな。今のところロスコスモスの総裁が2024年の撤退を言ってるだけだから、今後どうなるかまだわからないね。その総裁とやらが決めてるのか。ロスコスモスは日本でいう JAXA に相当するんだけど、そこの総裁はロシアの宇宙開発のグダグダっぷりで責任を取らされた元副首相のロゴージンで、ロゴージンは昔から口が悪いし勝手に言ってるだけだから、その発言はあんまり当てにならないわ。そうなんだな。でもアメリカはなんでそんなに延長したがるんだ。なんでだと思う。一つしかないステーションだから大事に使っていきたいとかか。途切れることなく民間に移行するためよ。民間ってどういうことだ。マリサがそんなに気になるなら、次回はアメリカが計画している民間宇宙ステーションについて解説するね。本当はこれで終わりにしたかったけど、マリサのためにしょうがなくだからね。嘘つけ、最初から二部制にするつもりだっただろ。次回は国際宇宙ステーションの大気圏再突入についてと民間宇宙ステーションについて解説するね。都合よくこっちのせいにされた感じがする。わーわー言うとりますが、お時間です。このチャンネルではこれからも宇宙の天体や宇宙技術などの解説紹介をしていきます。チャンネル登録をしていただくと新しい投稿の通知が来て便利ですので、サブチャンネルも含めて高評価もよろしくお願いします。それではまた会う日まで。それじゃあな。